展望があります。1月の景色、あったかい感じです。
Thank you.
氷河丸グリーンパーク観音院があるんですね。ゆっくりと上がります。桜が楽しみですね。一段上はよく日が当たってます。あともう少しですよ。まだまだ空が青いです。また一段上、鳥が飛んでますね。あれですね、三角点がありました。氷河丸山です。北西方向、北はこっち側、東方向、木が伸びたんでしょうね。阿部山は東です。天文台もこっちの方ですが、あの木が邪魔。南東、南、笠岡市の方向、復興課交換がある方から南西の福山市の方です。西は府中町の方です。日が当たってポカポカ、でも冬景色、緑が少ないです。松の木の緑、東屋です。海が見えるのかな。観音堂どこかな。山又山、樹冠からの景色、ぐるっと一周できるのかな。山の上に建物多いですね。矢掛町の方向でしょう。花碑のそばを歩いてます。外周路とか分かれてるんですね。これはさっき登った階段の道、観音院は左下かな。笹が伸びましたね。段差がありますよ。花碑が続いてるんですが、特にも何もないです。本当に桜の木が太いですね。古い滝ないかな。駐車場に戻りました。絵が描いてあるタンクです。氷河丸観音院です。お参りします。氷河丸観音院、ありがとうございます。天保時代の井戸、ドラゴンハウスがあります。音楽がかかってますよ。子供が入る建物です。小さな子供が遊ぶところです。
から。よく日が当たってます。展望を見ましょう。光ってます。木が伸びて海が見えませんね。飛行機です。
Thank you.